国の天然記念物に指定されている豊橋市の芋湿原は湧き水による湿地として国内最大規模の広さを誇っています蘭の一種で花の色が鳥のトキの羽の色に似ているとされるトキソウが見ごろを迎えていて小さな薄いピンク色の花を咲かせています芋湿原を管理する市の文化財センターによりますと現在50輪以上の開花が確認されています 草は来月上旬まで見頃だということです。